ケースから取り出して展開した状態三角表示板とは自動車の緊急停車の際に用いられる停止表示機材の一種で赤色で三角形の枠状の器具である三角停止表示板や三角停止板とも呼ばれる道路運送車両法の保安基準では警告反射板または停止表示機材と称される同種の機材として停止表示等がある自動車が故障ガス欠などのため やむなく道路上で駐停車する場合に、後方安全のために設置する機材。赤い反射光の反射板のついた3枚の板を組み立てることにより、正三角形となり、それを故障車両から50メートル以上後方に設置する。目的としては、一般道路より多くの危険が伴う高速道路上において、より早く後方を走行している車両に、故障車両の存在を知らせて、 危険回避してもらうことにある。また、反射場も備えているため、夜間では、後続車がヘッドライトを照射することにより、赤く反射するため発見しやすくなっている。普段は付属のハードケースに収納した状態で、トランクスペースに収納されることが一般的である。多くの普通車では、カーペットの下に専用の設置スペースが設けられており、場所を取らない。 使用する際は、ハザードを点滅させ、故障車両を路肩に停車し、後方の安全を十分に確認して車外へ出て、安全な場所に待機した後、三角表示板を組み立てて、故障車両の後方に自立した状態で設置する。なお、よくこの作業中に、後続車に惹かれる事故も多い。またセガンでは、トランクリトの裏面に赤い三角形のパネルを装着する事例が、 メルセデスベンツを中心に見られ、トランクを開けることで三角表示板を掲出することができる。2009年3月現在、日本国内の道路交通法規則上では、高速道路上でやむなく、中停車する場合に、三角表示板、または停止表示等の停止表示機材を設置しなければならない。積載義務でも、購入義務でもなく、設置義務であるため、 仮に車両に積載していない状態で高速道路を走行しても違反とはならない。この義務に違反した場合は、故障車両表示義務違反となり、点数は1点、反則金は6000円が課せられる。道路交通法施行規則、第2章の6停止表示機材の基準、編集制度の概要高速自動車国道等において、故障その他の理由により、自動車を運転することができなくなったときは、 当該自動車等が故障その他の理由により停止しているものであることを表示するために運転者が後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に停止表示機材を置かなければならない基準第9条の17例第27条の6第1号の内閣府令で定める基準は次に掲げる通りとする一番上の停止表示機材にあっては次に該当するものであること イベッキ様式第5の5に定める様式の中空の成立性三角形の反射部もしくは蛍光反射部を有するものまたは、ベッキ様式第5の6に定める様式の中空の成立性三角形の反射部を有するものであること。ロヤガン200メートルの距離から全小灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。破反射光の色は、 赤色であること。二路面上に垂直に設置できるものであること。二等化式の停止表示機材にあっては、次に該当するものであること。道路交通法第三節運転者の義務第75条の11、編集自動車の運転者は、故障その他の理由により、本線車道もしくはこれに接する加速車線、減速車線もしくは、途半車線、またはこれらに接する路肩もしくは路側帯において、 当該自動車を運転することができなくなった時は、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。高速道路で止まっている故障車のうち、三角表示板をきちんと設置しているのは10台のうち2台くらいである。 また一例ではあるが2012年1月から7月末までの兵庫県内の高速道路上の死亡事故では7件8人が亡くなっているが、いずれの場合も三角停止板などの表示機材を置いていなかった。道路交通法違反に当たるといい、兵庫県警は取り締まりを強化するとしている。また、平成24年中に高速道路で故障等により、 車内へ止まったり路上へ立っていたことにより衝突され死亡した事故49件のうち三角表示板を設置したケースは1件しかなかったという道路交通法上における停止表示機材の基準に適合することを認定する仕組みが以下の通り定められている道路交通法施行規則第八章の二雑則編集第十九条の六時に掲げる安全機材等の制作または 販売を行とする者は、その制作し、または販売する安全機材等の形式について、国家公安委員会の認定を受けることができる。一牽員の用具に自転車に備えられる、反射機材3や関用停止表示機材4中間用、停止表示機材に全項の認定は、同行覚号に掲げる安全機材等がそれぞれ次に、掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定する。 ことによって行う。一県員の用具にあっては、第8条の4の基準に自転車に備えられる。反射機材にあっては、第9条の4の基準3や関用停止表示機材にあっては、第9条の17の基準4中間用。停止表示機材にあっては、第9条の18の基準上機規則に従い、国家公安委員会から指定を受けた、日本交通管理技術協会が、 法令の基準に適合するかどうか、試験審査を行っており、適合した製品には、国家公安委員会認定品等の記載があるか、TS マークが重複されている。現在市販されている適合した製品は4、製品程度である。試験審査の内容は、JISD5713 で定められているものとほぼ、同様である。風に対する試験項目があり、 これの対応のために製品には 1kg 前後の重さがある。認定の取り消し、編集国家公安委員会は2015年12月23日に、両栄プラスチック製、シグナル SRE-450 の認定を取り消した。製品は2004年に認定を受けたが、2008年に行った構造変更以降に製造された製品の表示板の一部の幅が狭く、 基準に適合していなかったため、これを受け、オートバックス成分、松田、鈴木では、回収、自主改善を行っている。その他に、EU 規格適合品、ECER27 適合とされる製品が存在する。これは、国際連合欧州経済委員会にて、制定されている自動車基準に適合したものであり、日本はこの基準を相互承認している。各種法令も、 この基準に準拠するよう改正されているため、結果的に道路交通法の停止表示機材の基準を満たすものとなっている。ありがとうございます。